矢車賞ってことでね、見ていきたいと思います。秘密結社、笛亀総帥八位でございます。こちら、京都級で3歳一勝クラス。まあ、芝 2200m の牝馬限定戦ってことで、まあ、事実上のオークストライアルみたいなね、機能の仕方をする年もあるレース。まあ、ここ勝てるとね、まあ、距離適正的には一番面白い、オークスで面白いという距離設定。まあ、よく考えてみたらね、京都新聞杯の、まあ、牝馬バージョンみたいなね、乗りも若干出てくるんですよね。でも今年まあ小頭数っていうのは、まあ、じゃあそれを本気で狙う陣営っていうのはそこまで多くない、逆に言えば本気の陣営しかいないんじゃないかぐらいのね、乗りでね、今回これでいきたいと思います。軸は8番ウェイビー、まあ、コスモス賞3着の実績馬ですしね、ボバ相手にその後中長距離で揉まれてきました。この経験が生きる生きるって感じでね、狙っていきたいと思います。まあ、そして2番サンスノフレーク、まあ、前走この距離で勝ち上がりました。まあ坂井学ぶ継続騎乗ってことでね、これも馬も勝ってオークスに行きたい一頭だと思います。まあ、そして3番の姫なでしこ、まあ、昇級3戦目の距離延長、まあ、シルバーステート3区がね、この時期までのね、小頭数で結果を出して比較的目立ってる、まあ、その後のね、成績の割には比較的小頭数が得意なんだなというところが見えてるんでね、まあ紐には入れておきたいと思います。そしてナムララベジア5番ですね、ネット競馬想定6番人気、まあ、前走馬場で勝ち上がりました。この馬もね、距離延長で良さげな血統なんでね、小頭数ということで、まあ、馬券圏内狙っていきたいと思います。まあ、そして7番の三玉、想定3番人気。まあ、昇級3戦目で狙い頃だと思います。ハーツクライ3区ってこともあって、まあ、距離延長もね、プラスに働くんじゃないかな、みたいなところで、今回はこれで入れておきたいと思います。ということでね、またね、こういった形で、この後の G1 天皇賞春はメインチャンネル、笛亀 TV で、その他もろもろこちらでやっていくんでね、まあ、それぞれ合わせてチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。以上、ハッチでした。